はいどうもピョキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースチキンダンスかっこトロールということでタグにね音楽って書いてるんですよ。トロールコースで音楽って結構珍しいよね。まあ一発マリオでいつもリズムに乗ってる僕ならこのくらいのトロールコースサクッとクリアしてみせたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.95%。 そして僕がこのコースで3回以上やられれば踊ってみたを出してみたいと思います。開幕ブロックいや速攻で隠しブロックはないでしょ。あ、結構ちゃんとした音楽も鳴ってるんだね。魚この画面だけで2回もやられてるじゃねえか。じゃあここはファストって書いてるんで早く行けっていうことだね。そしてこの土管に入れると、それじゃあ進んでいきますか。こっからが本番っていう感じなんじゃないか。お、今たまたま行けれたよ。また魚、なにこれいや怖いって、もう行き詰まったじゃねえかなんかイメージ的にはさ、スピードランみたいな感じだよね。じゃあここは何もしないで下から行けっていうことか。多分こっちで合ってるでしょ。そしてここはどうすればいいの。また新しいトロールコース来たな。こんなトロールコースめったにないよね。じゃあここは早く右に行けっていう感じかな。そしてドアに入る。そうでしょ。よし来たナイス。またなんでここなんだ絶対この扉に入るところまでは合ってると思う。こっから何か違うと思うんだよな。さあ何が違う。はっやるじゃねえか。さっきと魚の位置が違うなんて、もうこの魚には引っかかりません。はっ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 だいたい出しすぎなんだよ。ここで魚どんだけ出てくる。このまま何もしないで、リフティー。次はリフトに引っかからない。左を出発したら大丈夫。そしてこの場所で何もしないで上に入る。よっしゃ来た。さあ中間遅れたの。いやどんな中間じゃねえか。そしてここは何もしないで、いやいやまあと言っても中間からですから、きっとこの場所であのトゲベッド被っておくんだよ。そして借金してこのまま先に進めっていう感じだね。そしてこのトゲソを取っていきたいと思います。あ、やめてよいや少し下に行ったら隠しブロックがあって閉じ込められちゃったんだよね。なんで、いやここどうしよう。叩いてみる。そして右合ってんのかこれは。一応上には入れたね。そしてここは鶏部屋どうすりゃいいの。ここ何かないの。トロールキングに俺はなる。じゃあここはきっとこの音符を叩いたらいけなかったんだね。そしたら先に進めるっていうことでしょう。そしてこの先アーロンがいました。絶対上で合ってると思うんだけどな。そしてここから下に、いやどこまで、いやもうタイミングバッチリなんだよそこ。それじゃあ次はきっちりとあの魚が通り過ぎた後に下に降りれっていう感じだね。あ、下から行ったら砲台があったのか。そしてここはまた魚が出てきてんのか。一旦ここでジャンプして、そしてオンオフが変わるっていう、そして上よし危ね。なんか考えさせてくれよ。なんでまた戻ってんの。そしてここまた、いやー、もう全てを僕理解しました。2回目のここからは変わってるっていうことだね。この辺に降ってきた。ナイス。そしてこの借金をかぶって次は下に行けるっていう感じでしょう。はい、ダメー次こそ行くよ。これ2周目なんだけど、次は叩いていい。そういう感じなんじゃんだのまた鶏部屋じゃないのかな。いやでもさっきとなんかちょっと違う。トロールキングに俺は。この曲って何なんだろうね。聞いたことあるような気がするんだけど、ドラクエとかで出てきそうじゃない。街の音楽みたいな。じゃあ次は下に行ってみようか。上はまだだと思う。砲台だよな。さあ早く行こう。ナイスそしてこのまま上の土管に入れっていう感じで、完璧すぎ。第2中間はノーって書いてないですかマジかよ。ジャストウェイト、何かしら待てっていうことだろうね。そしてこれは、いや知りたい級じゃねえか。いや面白い面白い。これは左上に行ってやられろっていう感じだろうね。バレンのってこれは簡単なんじゃないの。ほら結構余裕だよこれいやぬるいですね作者さん。これはどうやってやられればいいんですかこっから。え、あの魚追いかけろってことかな。え、いけんのこっから右に。面白い。この死に体験は面白いぞ。どっから魚が出てくるかだよね。一旦左下の氷ブロックのところあるじゃん。こっから魚出てくるか見ていいかな。
この場所に行ったら出てこないのか。じゃあこの場所で魚が出てきた瞬間右下に走っていけっていう感じだね。うわ難しいぞこれは。ジャンプしてもダメだからね。じゃあ一旦ここで今こっから今出て早く魚出てこいよ。虚しいじゃねえかこんなところで一人ぼっちでさ。じゃあ本当に出てきた瞬間にも下に行けっていう感じだろうね。あいいんじゃないこっから、なんで倒すの違うんだって倒すのはダメだって。今完全にやられたと思ったんだけどな。よし今どうこれなかなかいいタイミング。よっしゃ来た。まあそんなに難しくなかったね。ウェイトってことは待てってことだよね。何を待てばいいんだろう。ここじゃないの。あ、下なるほど下だったのね。ジャンプしたらいけないやんか。これ上でおっとかない。ここは何もしなかったらいいんだね。そしたらボム兵が降ってきて次の進路を開けさせてくれるっていう感じでしょ。それじゃあ進んでいきましょう。このどかに入って中間ポイント2があったね。そして次は上か下か2分の1じゃねえかこんなの2分の1届さったんじゃないの今ので。これ2分の0でしょこれ。この先は絶対違うパターンでしょ。ナイス。いや絶対違う信用しないぞ僕は。今ナイス消されたもんだってまたやればいいんでしょこれをさっきのなんか違うパターンかな。違う何か用意しとけ。まあ一旦やられてすぐ右下に行けっていうことだよね。灯台降ってくるかな。あ降ってくるんだね。それじゃあ進んでいきますか。あまた最初から。いやまさか最初のステージに戻されるとは思わなかったな。でもここは次の進むべき道で合ってるでしょ。さあ行きましょう。こっからまたさっきのこのドアに入ればいい。そしてまた戻るよね。そんでこからどうなるかなんだよな。もうゴールが近いっていうことなんじゃないの。ほらこの下に降りればゴール。さあゴールさせてくれ頼む。頼むってなんでそんなことしないでって。なんでいつそんなことするの。たまにはさ言うこと聞いてくれてもよくない。だからさどいてくれよこのバレ野郎が。いや絶対にもうゴール近いと思うんだよね。ここでなるべく右側に行っておいてこっから右ダッシュすればさ先に進めるんじゃないのかな。やってきたもうゴール頼むチキン。いや絶対これはゴールだ。どうもありがとう。おはにゃここ完全に油断してたね。絶対ゴールと思って何もしないでいいと思ってた。さあここから右下ゴール。はっ。いやこれこんなの初めて見たんだけど。これドアかな。あドアじゃないで、もしかしてオープン踏んだらゴールっていう感じだったんかな。よしそれじゃあ次こそあのオープン踏んでみせるよ。引っ込んでろサコゲ。それじゃあ次こそあのオープン踏んでみせたいと思います。はっやったどうもありがとうございました。はいそれじゃあ次のコースはこのコース、ルナレナっていうコースなんですけど、今週間ランキング見て上位の方にあったからさパッと見面白そうだったんでダウンロードしてまいりました。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率はね 2.47% ってそんなに低いわけじゃないんですよ。アスレチックコースみたいな感じかな。一旦このいや大体分かった。砲台に乗って右に行けっていうことね。これタイミングがちょっと難しいな。スタートと同時に行ったら、あスタートした瞬間行ったらいけそうだね。そしてここで王を迎えてハエを二人踏んでいきましょう。でアームに使われて、待ってこれは早く右に行けな落ち着いてる暇ないで。これ基本的にとても難しいレベルのアスレチックコースってさ考えさせてくれる時間くれないよな。じゃあここはバレン乗ってキラー踏んで、なるほどこっから難しいそうだぞ。ここでオンオフ、そして鍵の輪に入っていくよっしゃ。さあここで中間ポイントくれるのかな。そして待ってよ、ね、もう一回出してくれるでしょ。よ
よしよし、なんで次は2個なの。まあまあ一旦やられて4つになった状態でさっさ行けっていうことだね。そしてここは石親父ね。すいません、皆さん反応が薄くなってしまいました。石親父ね。普通に言ってしまったね。じゃあここは上に行って、なるほど、早めにジャンプしないといけないのか。いやトロールコースでさ絶叫しまくってるから他のコースで絶叫いらんくないと思うのは僕だけなんでしょうか。ここはどうすればいいんだろう。あ、待ってよ、ちょっと待ってよ。カロンの甲羅を手に入れてからがわかんねえな。こっからどうすればいいんだろう。あ、わかった、こっから上に Z して、このベッドに乗ればいいんだね、きっと。このコースってクリア率が当てになんない。クリア率だね、クリア率 2.47% って言ったらそんなに難しい部類じゃないはずじゃん。以上やじー。そしてね、コメントとかで意外と多いんだけど、どうやったらそんなに上手くなれますかとか、どうやったらそんなにサクサククリアできますかって意外と言われたりするんですよ。僕たちはですね、編集っていう技術があるからね。ここ M って書いてんだ、僕のこと M って言ってんのか。ちょっと待ってよ、頼む、届かして、ナイス。そしてここでオンオフして、もうゴールなんじゃないかなこれ。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオヘディング王選手権ということで、まあサムネを見る限りですね、あの鉄球を頭でどんどん運んでいけと、そういうコースだと思うんですよ。これさ、すごい面白そうじゃない、こういうミニゲームみたいな一発マリオ。めっちゃ好きなんだよな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.09%。 一回地面から離れたら着地しないでゴールね。ということはジャンプしないでこの鉄球を運んでいけと、そういうことですね。いや、キックオフ早くないか、せめて開始音が欲しかったな。でももう分かったよ、ここはゆっくりさ、こういう風に歩いていけばいや違うんだって。ちょっとよく見れ、攻略法がどっかにあるはずなんだ。今のは一番やっちゃダメなやつでしょう。これ地味に難しいよ、クリア率 1% なだけであるね。もうちょっと左側ギリギリ攻めてみようか、鉄球で当たるかい。いやでも今のいい線いってた、いってた。なんで左側ギリギリをね、鉄球に当たるか当たらないかの場所で攻めていく、これなかなかいいんじゃない。そしてここでジャーン。最後がむずっけ。さあここでキックオフ、ヨキング選手華麗にドリブルで相手を蹴散らしていく、シュート、やった。の中に入ったのはすごい偶然だと思うんですけど、どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。